いよいよロシア大会の最終滑走、韓国キムヨナシリーズ2連勝と、そして連覇を狙うファイナル進出確定へ向けて登場です。最後に登場してきました韓国のキムヨナ、ショートプログラムは 63.50、 今シーズン全選手トップのスコア、あの浅田真央も上回るスコアでこのロシア大会はフリーを迎えます。韓国キムヨナ17歳、ミュージカルミスサイゴンより。この人は最初の3回転3回転がポイントになってきます。トリプルフリップ、トリプルトーループ、長さも高さもありました。綺麗に決まった。綺麗がいいですね、ジャンプ。プラスの評価ですもんね、はい、昨日のショートは同じジャンプで、あの一つのジャンプで10点以上を稼ぎました、はい。ループ。ラインキャメルシットからインサイドで回ってポジションの変化。もう一つここでジャンプ。ルッツダブルトーループ、ジャンプのこの姿勢がいいんですよね。すでに同い年のライバル浅田真央は先週のフランスでファイナル出場を決めました。そしてキミー・マイズナーも決めました。キム・ヨナはこのロシアでファイナル確定を狙っています。ショートで唯一ミスのあったアクセルジャンプも鮮やかに決めました。ボイスピンも本当にいろんなバリエーションがありますよね。レベル本当に取れますよね。フォアアウトで回ったり、よくこらえました。トリプルサルコ、したこういう表現力、引きつけるものは出てきてないような気がします。小静真央ちゃんも大人らしさを表現していくじゃないですか。キムヨナ選手もね、本当により自分のレベルアップを図って今年シーズンを迎えていますよね。まあ、浅田真央選手とは今後もずっと競い合っていく相手。さあ、イナーパウアーからダブルアクセル、ジャンプはしっかり決めました。互いにとって力になれる選手でありたい、そんな話をしたキム・ヨナ。このフランス、このロシアではノーミスの演技。ユナ・キム、昨日ショートがアクセルになって、まあ
ミスしましたけれどもフリーでもきちっと決めてきますし3回転3回転2回転3回転というねえそれにスピンのいろんなポジションスパイラルの柔らかさもう今本当に世界のレベルトップレベルを持ったスケーターですね真央ちゃんと大きなライバルですよね表彰台に乗ればこの人はグランプリファイナル出場が確定します、まあ、ファイナルの連覇へ向けて、まあ、すでに浅田真央は連勝で決めましたこの切なげな表情から4分間が始まっていきました トリプルフリップ、トリプルトーループ。柔軟性もありますよね。しっかりトリプルルッツになってますよね。今年からそのジャンプのエッジの判定も厳しくなりましたが、ね、選手たち同士の中でもこのキム選手のジャンプっていうのは素晴らしいそうですねそうですよねもうジャンプの流れといい質といいこの姿勢といいます、ええ、あもうだからですねこれだけキム選手がこうスピンジャンプ3回転3回転2回転3回転スピンスパイラルのレベルを持っててもう真央ちゃんはトリプルアクセルを飛んでプラスしないとより得点がもらえないですからねまあ中国大会でも技の出来栄えで減点されたのはあのショート冒頭のジャンプだけでしたさあ注目の得点技術点は70点台を超えてきました本人もびっくりですもうこれはこのロシア大会優勝は間違いないでしょう演技構成点も 60.80 これは大幅な自己ベストです 133.70 はなんとあの浅田真央のフランス大会の得点も大きく上回りましたショートとのトータルは 197.20 ものすごい得点をマークしてキム・ヨナグランプリファイナル連覇へ向けてしっかりと出場権を獲得しました